こんにちは、ネコス王国です。本日は映画スーパーヒーローについてです。4月22日公開予定のスーパーヒーローですが、間もなく前売り券が発売すると見られております。というのも、すでにムビチケ画像が確認されていますので、着々と準備が進んでいるはずであり、近いうちに公式の方からアナウンスがあるでしょう。楽しみですね。ブロリーの時は公開日の約5ヶ月前から前売り券が販売されており、それと比較すると今回はだいぶ遅い発売となりそうで、正直予想外の展開ではありますが、コロナウイルスとの戦いの中、準備をしてくださっている関係者の方々には感謝申し上げたいと思います。ブロリーは第2弾もありましたが、スーパーヒーローは販売期間からすると第1弾のみになるかもしれません。今作の主人公はご飯になるということで、ご飯ファンの皆さんは特に楽しみにしていると思うのですが、ピッコロとパンのやりとりにも注目したいところでしょう。どうやらピッコロはパンに修行をつけているようで、そのパンはわずか3歳ながらも高い潜在能力を発揮しているとのこと。修行はご飯の時のように荒野に放置することから始めるのでしょうか。そうなればまた剣やリンゴをプレゼントすることになるでしょうね。今回パンが3歳であることが判明しており、原作最終回のパンが4歳であることから、ドラゴンボールスーパーの10年間の物語は9年目くらいに入ったと予想することができますね。つまり聖残者ブラノラ編よりも後の物語であると考えられ、悟空やベジータは映画ブロリーの時よりも相当パワーアップしているということになります。加えて漫画版はブラノラ編の後に新章が控えているわけですが、その新章がスーパーヒーローの前の物語なのか後の物語なのかは分かっておらず、もしスーパーヒーローの方が後ならば、悟空たちはさらに強くなっていると予想されます。ですがここで考えたいことがあります。今作では悟空を苦戦させるような敵は果たして登場するのでしょうか。ご飯やピッコロたちと戦うガンマ1号と2号ですが、仮にご飯といい勝負をするくらいであれば、悟空の出る幕ではないでしょう。かつて父親を超えたことのあるご飯ですが、今では圧倒的に悟空の方が強くなっており、その差は広がる一方なのが現実です。もしかしたら今作では悟空はほとんど人造人間たちとは戦わないなんていう可能性もありますが、本日は仮に悟空が苦戦する場合、最終的にどんな敵が立ちはだかるのかを3パターンほど考えておきたいと思います。1つ目はガンマ3号です。ガンマ1号と2号が何らかの方法で合体し、ガンマ3号となって悟空たちと戦う可能性が考えられるでしょう。おそらく多くの方はこのパターンを予想しているのではないでしょうか。実際最も現実的でしょうし、1号2号と来たらやはり3号も出したいというのはあると思います。2つ目は未知の人造人間です。現在期待されているのは新型のセルのような人造人間であり、それがラスボスになるという可能性も捨てきれない状況にあります。皆さんはすでにご存知かもしれませんが、このポスターのスーパーヒーローという文字で隠れていない文字をピックアップするとこうなるわけですが、並べ替えをするとセルと読めるんですよね。綴りは違うもののちょっとした暗号ではないかと考えている人もいるようです。個人的には偶然かなと思ってはいるのですが、制作側にこういうのが好きな人がいる可能性もないとは言い切れません。3つ目はカーマインです。マゼンタの側近で運転手も務めているカーマインですが、実はこの人がラスボスだというパターンもあると思います。というのもかつてのレッドリボン軍ではレッド総帥の側近であったブラック3号がラスボスになり悟空と戦っていますので、同様の立ち位置であるカーマインもそうなってもおかしくはないのです。カーマインが悟空を苦しめる場合、彼は生身の人間であるはずがないので、もしかしたら人造人間なのかもしれません。カーマインの顔を見るとなんとなく人造人間っぽい感じもしますし、今作はドラマ重視の作りになっているようなので、ブロリーのように単純明快なストーリーではなさそうですよね。そう考えるとどんでん返しみたいなことがあっても不思議ではありません。ということで本日はここまでです。ラスボスについて3パターン考えてみましたが、他にもラスボス候補があるよという方はぜひコメントをお願いします。もちろんその他コメントもお待ちしております。
最後にチャンネル登録、高評価もお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。